皆さんこんにちは、たくやです。今回から YouTube チャンネルを始めまして、ここカリフォルニア、ロサンゼルスに、ヴィンテージの車や、特殊な車、珍しい車などを、これから紹介していきたいと思います。まずはじめ第1弾目なんですが、今日ご紹介するのはこちらです。1972年のウィニーバーゴですねっていう RV のキャンピングトレーラーになります。これも当時としてはすごい特殊というか、珍しいような形してまして、フロントがこのような出っ張りのような、なんていうの、感じになってる、すごい可愛らしい、キャンピングトレーラーになってます。チェシーは多分クライスラーのダッチ系が主となってて、作られているようになってます。一応このウィニーバーグも何種類かありまして、この方は、インディアンっていう形になりますね。だいたい多分25フィートぐらいになるでしょうか。でエンジンもダッチの318キュービックインチ入ってて、走りもすごい、快調です。それではちょっと中入ってみます。インテリアも70年代風の、まだオリジナルのが全て残ってます。このパネルのところも今エンジン少し整備して、これから日本に出したいと思います。これからどしどしこういう車両、RV に関わらずいろんな車両を紹介していくのでご覧ください。失礼します。